インフォメーションテクノロジーインフラストラクチャー、ライブラリーとは IT サービスマネジメントにおけるベストプラクティスをまとめた書籍群。1989年にイギリス政府のQTAによって公表された。ITIL の読み方は ITIL、ITIL などがある。IT サービス全体においてデファクトスタンダードとなりつつあり、重要な位置づけとなっている。2021年現在の ITIL の最新バージョンは ITIL4 である。ITIL は IT サービスマネジメントを実現するため、IT サービスの品質向上、中長期的なコストの削減などを目的として、実在する企業、サプライヤ、コンサルタントなどから、IT サービスに関する実際の運営方式やノウハウを収集し、書籍化したもの。欧米社会において ITIL は、すでに IT サービスマネジメントの業界標準として広く認知されており、社会的な地位を確立している。ITIL は IT サービスマネジメントの英国規格である BS15000 のベースとなっている。BS15000 は国際規格である ISO、IEC2000 に提案し、国際標準となっている。JIS は JISQ2000 から1情報技術、サービスマネジメント第1部。サービスマネジメントシステム要求事項、JISQ2000 から2情報技術、サービスマネジメント第2部、サービスマネジメントシステムの適用の手引きである。また、ITIL では3つの P という概念について説明がなされている。これは、プロセス、ピープル、プロダクツの3つを指し、プロセスだけが充実していても、担当者のスキルのみに頼ることも、どんなに高価で便利なツールを使用しようとも、それぞれがバランスよく配置されなければ効果は得られないと警鐘している。ITIL を解説する書籍によっては、さらにパートナーズを加え、4つの P と表現しているものもある。これは ITIL バージョン3で大きな要素として盛り込まれたアウトソーシングが意識されている。1980年代のイギリス政府において、ガイドラインを元にした IT サービスの利用と提供が求められるようになり、IT サービスの方法論を整理する活動が行われ調査、研究の結果、1986年に現在の ITIL の基礎となるガイドラインが出来上がり、その後1989年にQTAによって初版が公開された。現時点において ITIL を所有しているのはOGUCであり、TSOが出版を行っている。2007年時点ではバージョン2が主流となっているが、ITSMFによってバージョン3が2007年6月に新しくリリースされた。バージョン2では社内情報システムに関するベストプラクティスが中心となって記述がなされており、バージョン3ではさらにアウトソーシングも意識した内容が新たに盛り込まれている。ITIL の導入、促進のための団体としては、ITSMFが各国に存在し、日本でも2003年に日本 HP、富士通、マイクロソフト、NTT コム、日立製作所、NEC、P&G、プロシードなど8社の情報通信技術企業により NPO 法人としてitSMF Japanが設立されており、書籍の翻訳やセミナーを通じて ITIL の普及活動が行われている。ITIL のフレームワーク ITIL バージョン2としての改版作業は2000年から2001年にかけて実施され、2007年 ITIL V3 が登場した現在も IT サービスの現場においては主流となっており、一般的に ITIL と呼称する場合は ITIL V2 のサービスサポート及びサービスデリバリの書籍を指す。具体的には以下の7つの書籍群から成り立っている。プロセスアプローチによる業務効率化 ITIL V2 の大きな特徴として、プロセスアプローチとベストプラクティスが挙げられる。プロセスアプローチは、業務をプロセスという単位に分け、横断的に管理し、プロセスごとの役割と責任を明確に示している。元来業務単位、サービス単位で実施されていた作業を、プロセス単位で横断的に管理することで、組織の活動に対して均一化を図ることを提唱している。もう一つは、ベストプラクティスであること、つまりすでに実在の企業に適用され、効果のあった事例について紹介がなされている。企業が ITIL を選択する上で大きな判断材料となる。IT サービスマネジメント ITIL の中心となる書籍としてサービスサポートとサービスデリバリがある。これらは10のプロセスと1の機能から構成され、それぞれのプロセスの役割と責任範囲を明確化がなされている。ここではそれらの概要のみを説明するものとし、詳細については各項の記事を参照されたい。サービスマネジメント、導入計画立案サービスマネジメント、導入計画立案はビジネスニーズから来る IT サービスの導入に際し何がなされるかを見極め、その実施計画を立てることを目的として、どのような手法で計画及び導入を実施すべきかを説明している。サービスマネジメント導入計画立案では、その導入から実施までを以下のプロセスに分けて実行することが求められている。ビジネスの観点では、ビジネスと IT サービスの連携というテーマを取り扱い、大きくサービス提供者側の観点から解説がなされたパート1、サービス利用者側の観点から解説がなされたパート2の2冊で構成されている。アプリケーション管理では、ITIL におけるアプリケーションの位置づけと具体的な管理手法について説明されている。ICT インフラストラクチャー管理 ICT インフラストラクチャー管理では企業が所有する戦略上の重要なリソースを十二分に活用するために必要不可欠となる企業のインフラについてどのように管理し活用すべきかについて説明がなされている。セキュリティ管理では企業情報の価値を損なわせる、あらゆる事象を対象として、業務で求められるレベルのセキュリティをどのように提供するかについて解説している。情報セキュリティには、情報漏洩や不正アクセスなどの対策だけでなく、可用性、完全性も含まれている。セキュリティ管理の活動は、独立したものではなく、日常業務に組み込まれるべきものとしている。ITIL で提唱する各プロセスに対し、どのようにセキュリティを絡めるべきか、各プロセスとの連携をどのように行うべきかについて、重点的に解説している。ITIL バージョン3としての改版作業は2004年より開始され、2007年5月30日にイギリス出版局より書籍がリリースされた。従来バージョンに比べて、より戦略的なガイダンスが盛り込まれ、大きく、ライフサイクルアプローチの概念を採用している。ITIL のチーフアーキテクトを務めたシャロン・テイラーは ITIL V3 について IT 組織が IT サービスを企業内に配備する方法や IT サービスを効率的に配備するためのプロセスに重点を置いて作成したと語っている。また、書籍の公開に合わせてフレームワークも刷新されている。ITIL V3 は以下のサービスストラテジから継続的サービス改善までの5冊のコアブックとその他の補完的な書籍から成り立っている。現在の主流である ITIL V2 との違いとして最も大きな点は ITIL V2 がプロセス個々に着目して解説していたのに比べ ITIL V3 ではライフサイクルに着目した解説を行っている点である。その他大きく改善された点として以下のようなものが挙げられる。日常の運用について記載する。プロセス及び機能としては以下の通り。新規に作成したまたは変更したサービスの本番環境への移行を無事に行うことを目的とする。配下の主なプロセスは以下の通り。2019年2月28日に正式リリースされた。当該バージョンから V が消えた表記となる。ITIL 認定資格バッジ V3 では、エントリー資格の ITIL ファンデーション、中級資格の ITIL インターミディエート、上級資格の ITIL エキスパート、ITIL マスターが存在する。2021年現在はアクセラス及び、ピープルサーットが ITIL V3 資格及び ITIL 4の資格の認定を実施しており、以下の ITIL 4の資格体系が整備されている。セントルコンピューター&テレコミュニケーションエージェンシーの略でイギリス政府商務庁の下部組織、現OGC。センケット ITIL 実践のポイント2018年10月現在、出展とされている一つ前の中のリンク先を見ても、IT サービス全体において、デファクトスタンダードあるいは重要な位置づけというような文字列は見当たらないようである。IT サービスを提供するために必要となるソフトウェアやハードウェア、技術力などを提供する取引企業のこと。欧州における ITIL の適用事例、IT メディアエンタープライズ、知らないと恥ずかしい、ITIL 超基礎、ザ・ステーショナリー・オフィスの略。ITIL バージョン3が正式リリース参照。A、IT サービスマネージメントフーラムハット、エンタープライズワッチ、ITIL V3 では、サービスライフサイクルを重視日本 HP サービスを支えるプロフェッショナルたち。なお、日本語化されているのは、サービスサポート、サービスデリバリー、サービスマネジメント導入計画立案、ビジネスの観点、アプリケーション管理の5冊。IT 情報マネジメント、ITIL 道場、コンティニュアスサービスインプルーブメントプログラムの略。継続的サービス改善プログラム。組織風土とも、目に見えないがそこに所属する全員が感じる空気のようなしきたりや慣例。クリティカルサクセスファクター。日本語では重要成功要因と呼ばれ、目標達成のために何が重要な成功要因かを明確化すること。キーパフォーマンスインディケーターズ。日本語では重要業績評価指標と呼ばれ、企業目標を実現するために設定した具体的な業務プロセスを客観的観点から測るための指標。COBIT の成熟度モデルで ITIL を裏付ける、ハット ICT は、インフォメーション&コミュニケーションズテクノロジーの略で、情報と通信技術を意味する。コンピューターワールドの記事より、アクセラスローンチズ ITIL4 ファンデーション。アクセラス2021年2月12日閲覧。トランジション2 ITIL4。アクセラス2021年2月12日閲覧。ありがとうございます。